そうなんだよね、どこで産んでるかなんだよね。嘘何嘘生態でっかマジか。いやガニいるやん。ああ、人猿がいた。日本猿でけえな。猿じゃなくね猿じゃなく終わりだよ。結構でかいですね。なんだろう。ふざけんなよ。僕かよ。半端じゃねえかよもう。まあ今ですね。気を取り直してね。あるね。渓流にやってきました。はい。そこでね、東飛騨サンショウウオっていう大変珍しい可愛い生物が取れるんで。はい、そういう。今からね、生息調査したいと思います。行きましょうか。今年もやってきましたね。はい、この季節がやってきましたね。サンショウウオのシーズンですよ。はい。サンショウウオってもう日本が誇る生き物と言っても過言じゃありませんからね。その通りです。サンショウウオ大国と言われてますから。本当ですよ。オーストラリアと友情のために動物の交換をしちゃったんですよ。オーストラリア側はコアラをこちらに送って、日本はオオサンショウウオを送ったんですよ。はあ。ということはもう日本を代表する生物と言っても過言じゃないですよね。その通りです。今オオサンショウウオ探すわけじゃないんですけど、同じねサンショウウオ探しに行こうぜ。はい、行きましょうか。いやまあでも季節的にどうだろうね今。全然繁殖期ではないんですけどね。そうだね。ただね、ひっくり返したりするやついるかも。いや、そういうこと。うわ、綺麗なお水ですね。こういうとこにヒルって泳いでたりしてね。まあ夜行性なんでちょっと早いんですけど、まあ周辺にいる岩とかをどかせばいいと思うんで、探していきましょう。はい。気をつけろ、すげえ山道だ。よいしょ。すごい綺麗だね。綺麗だね。なんか水があるかどうかわかんなくない？それは透明すぎて結構俺表現が独特でさ、自分で言うもんじゃないああ、ガエルほら、タコガエル。俺は見つけれてないよ。見つけれてない？ちょっと待ってね。期待しまくってる。ほらよく見つけたよ。やったー。流れタコっすね。流れタコっぽいね。はい、かわいい。ごめんね。タコガエルも種類いるよね、結構。いや、そうだね。ネバタコガエルだとか。ああ、いるね。最近あれですよね、ヒメタコガエル。あれ、新種になりましたよね。ああ、ほら、水かきが発達しますね。まあ、比べないと難しいんですけど。俺らからするとこれ発達してる。そうだね。タコを知ってるからね。流れタコガエルだ。なんか東飛騨に近づきそうっすね。いや、マジ同じとこにいるんですよ。マジで可能性としては全然あります。かぶってるんですよね、生息域が。このなんかさ、ミヤマクワガタを喪失とさせるこの背中の筋といいますか、かわいい。ごめんな。ああ、ここもあるね。やっぱ隠れてんのかな。ずるいよな。隠れてめくったら砂ぼこりになっちゃうからね、わかんないし。よいしょ。あ、いたかも。うわ、いたっぽい。両体だな。アントニーみたいに言うな。いたよ、多分ヒダだよね。めくったらいた。そう、めくったらいた。なんか動いてんな。カニか。ああ、カニだった。さあ、カニ。もうプリってるから。そう、そういうこと。おお、うん、あ、ちょっと。そう、平たくて下に空洞があるよな。ひたすらどかせ。もうお前の人生でどかせる限りの石を今どかせ。その四角いのとかね。あ、そう、あーちゃうなあ、もう一個。そう上のあれー、どかさないの、あの四角いのちょっとピピッときてるでしょ。ちょっとね、ピピッときてんのよ。なんかこれやろ。そう、それよ。ピンときちゃってんのよ。あれー、その先の石とかも行こっか。そうえ、何？いた。嘘、ガチ、ほら何？俺見たか。すげえな。いたんだ。お、ガチ？この三角形とかやばくない？おにぎり。やばい。これはやばいよね。そう、おにぎりをどかす。頑張れ。おい、非力、長州非力、あ、いけ。そういうこと。ほら、今動いて、こう、左、こう、あれ、行っちゃった。今泳いでたよ。うわ、惜しい。ガチで紙一重だね。紙一重だな。もうちょっとひどいて。いないね、やっぱり日中は。本来夜行性だからさ、一回飯食いに行って夜にまた来ようぜ。そうだな、それで行きましょう。ああ、ねえ、キンジャーロースが世界一うまいわ。あ、そうなの。うん、キンジャーロースってピーマンがメインなの。いや、酒の子やろ。あんまりダメなんだっけ。俺ピーマンがダメ。あ、ピーマンダメなの。食っとるやん、キンジャーロース。食えるけど苦手みたいな。まあピーマンもお前のことは苦手だよそんなわかんないじゃないですか。夜が更けましたのでね。はい、更けましたね。再びあの地へ行きたいと思います。よーし、気をつけろ、クマさんがいるぞ。まあ今冬眠の時期なんで、あ、そっか。大丈夫だと思うんですけど、はい、アナモタツがいるんで。出た。冬眠できないことね、多くて。それに注意して、クマよけスプレーは2人とも常備するんで、はい、やっていきましょう。よし。そうやな。あ、いくら流水系って言ってもあんま流れが速いとこじゃないよね。溜まってるところだよね。うそ、いた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 いるやん。3匹いる。うわ、すごい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 。やっぱ4体いますね。うわ、すごいやん、マジか。いるやん。夜出てくるやん、こんなにはっきり。かわいいじゃない。あ、無理か。無理。いた。はい、いたいたいた。はい、いたいたいた。入りました。はい。東飛騨山椒。うわ、可愛いな。やっぱ。2018年に飛騨山椒から分かれた新種ですね。はい。可愛い。何これ。よちよち歩きが。ちっちゃい。お前大丈夫かい。生きられんのかよ、そんなで野生でよ。うわ、いいっすね。マジで可愛いわ。弱々しいな、お前。よしいぞ、これはね、この時点でわかるね、夜の方が絶対いる。ああ、いいとこあるやんけ、兼六園かのような。あ、いる。あれらららららら。早っ、消えた。山椒は異次元に逃げる能力とか持ってたりしてね。だから見つかんないとかね、山椒は謎が多いとかね。ああじゃねえよ。まあでもそういうまだ人間が知らないね、ことある、あ、何か秘密があるかもしれないです。普段どこにいるかと、そういうことよ。そこはえぐいだろ。いるいるいる。ああ、バカ、そっち陸だぞ。ああ、いやいやいや。あ、いた。あ、いたいた、自ら。よしよしよし、安全地帯へ。いる？あらら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 。消えた消えた。完全に消えたわ。この岩の下。あららららら。あ、オッケー。上陸した。いけるわいけるわ、上陸した。あらららら。ちょっとこれちゃんと映したい。なんか必死に生きてんのかね。いや本当だね。申し訳ねえわ。鉛みたいな。最終的に逃がすんだよね。そうだね。もちろん。ちょこちょこいるね。平然と。いや嬉しいね、こんだけいてくれると。ああ、さっきだって川の入り口とかに水道管工事しますとか書いてなかった看板。ふざけんなよだよな、こんなところ。正直終わりだよね、もう工事とかされたら。工事はきついね。やめてほしいわ、本当に。そうなんだよね、どこで産んでるかなんだよね。嘘嘘、何、嘘嘘、生態でっか、マジか。いや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 、これいるやん。いや、ナイスナイス落ち着け落ち着け。おいおい、人形とかかもしんねえぞ。落ち着け。そうだよ、落ち着け落ち着け。これ握られた。ガチで星空のような。まあ待って、落ち着け。どうしよう、俺も雨持ってる。待って、あ、ちょっと待って、続けようね。一旦落ち着こう、一旦落ち着こう、一旦落ち着こう。目離すな目離すな。分かった分かった分かった。一回落ち着け。分かった分かった。すごいぞこれ、こんな綺麗な黄色してんの。やばいやばいやばい。ちょっと待って、どうしようどうしよう。待って、俺も行く俺も行く。これ逃がされたらもう終わり。ああ、だってくぐっちゃうね。ほらほらほら、なんか釣ってきてる。ちょ待って待って、落ち着け落ち着け。水中でどんだけ入る。オッケーオッケー、こっちは大丈夫。あ、これオッケーやろ。こっちは大丈夫ぞ。チャンスいるこれ。大丈夫か大丈夫か。嘘、でかい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 よ。でかい。落ち着け落ち着け落ち着け。ああ、下行っちゃう下行っちゃう。どうする。やばいやばいやばい。入っちゃった入っちゃった入っちゃった。嘘、やべえ。尻尾見えるんじゃない。あ、尻尾見える。一旦もうここまでカメラ設置するわ。一旦落ち着こう、マジで。あの東大生の。こんな黄色なの。これすごいな。生態もいるのかいたのか。12月13日です。13日です。これガチ。これ大発見じゃないですか。いや本当よ。よく見つけたな。マジでね、青白く輝いてる。お、すぐ分かった。やっぱ水の中いると分かりやすいね。あー本当。分かりやすいよ。分かりやすぎる。お前でも確か見つけられるんだもんな。なんだバカにすんだ。仲間だな。遅いし、クリックリ目が。幼体ほど早いね。確かに。遅い一歩一歩。のしのし。おいおい、こんなん食われちまうぞ。お前嘘よ。大丈夫かよ。これが東飛騨山椒の生態と幼体たちです。はい、ちょっとこれ本当に同じじゃねえなの、幼体と。お母さんって感じ。お母さんだね。おいおい、何これ。水族館にいるやつやで。そうだよな。星空みたいな。星空だよ。ちょっと名前つけようか。星空。違う、空星とかにしない？空星にしよう。空星だこれ。いや背中のこれがもう広大な夜空のようだよね。夜空のようです。やばいって。空星ありがとうな、今日マジで見てきてくれて。いや素晴らしいですね。すげえ可愛いがすぎるね。こんな今いるけどさ、ちっこいのこいつらが何匹かですよ、生態になれるのは。いやほんとそうか。言われちゃうしね、環境にやられちゃうだろうね。ああそうだね。そういうのもあって。いやマジありがとうございます。マジですごいっす。これからもよろしくお願いします。お願いします。続けていきましょうか、山椒探しを。はい、はいね、ちゃんと逃がしましょう。人生に一遍の悔いなし。なしだね。いやそんなことね。全種コンプリートしたろ。あ、そうかそうか。ありがとう。ごめんな。あらららら。うわすごい。おお。よいしょ。よいしょ。いやすごい。よいしょよいしょよいしょ。光ってんすよね。好き。好き。